本日は京都ショートフィルムフェスティバル&アジア2021、スペシャルイベントミラーライヤーフィルムズ制作作品ワールドプレミア&トークスペシャルイベントにお越しいただきましてありがとうございます。私は本映画祭もう10年以上 MC を務めている DJ ジョンというものです。よろしくお願いします。さて本日は、山田孝之さんらが発起人となり、役者を目指すすべての人に学びとチャンスを提供するため2017年にスタートしたサービスミラーライヤーが新たに立ち上げたプロジェクトミラーライヤーフィルムズ、より一般公募して短編映画の中から4作品の上映と、ゲストによるトークイベントを、これから皆さんに、お届けします。まずはミラーライヤーフィルムズの紹介映像がございますのでご覧ください。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。もう紹介だけでもかっこいい映像を作りますね。36名がショートフィルムを、撮るなんて本当にすごいことだと思うんですが、僕はもう今までで約2万本ぐらいのショートフィルムを見てきたんですけど本当に、楽しみにしております。でまずはこのミラーライヤーフィルムズの、仕掛け人と、当映画祭の代表をお呼びしたいと思います。皆さん大きな拍手で迎えてください。ミラーライヤーフィルムズプロデューサーの伊藤力さん、そして映画祭代表の別所哲也さんです。拍手でお願いします。はい、お二人よろしくお願いします。伊藤さん、プロデューサーとしてあんまりこんな大勢の人の前でしゃべるチャンスはないと思うんですけどよろしくお願いします。はい、山田孝之です。よろしくお願いします。安倍晋之助です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人よろしくお願いします。できました。ありがとうございます。さん、とにかくこのプロジェクトすごいエキサイティングだと思いますけど、はい、はい、今日は皆さん本当にありがとうございます。お越しいただいて光栄です。はい、なんだっけ質問。いや、まず伊藤さんにねちょっとこのプロジェクトに対して、はい、伊藤です。はい、どうもミライライヤーフィルムズのプロデューサーの&ピクチャーズの伊藤と言います。よろしくお願いします。あまりお辞儀しなくて大丈夫ですよ。昨日も触れたんですけど ね、 ね、昨日じゃなかったか、はい、ね、11日ね、はい、もうオープニングセレモニーに来ていただいた時、そうです。骨が歪んでまして、その中でも映画を届けるという信念のもと今日来ましたのでよろしくお願いします。素晴らしいですね本当に。あまり無理しないようによろしくお願いします。はいはい、どうぞどうぞ、はい、ミラーライヤーのこと。そうですね、ミラーライヤーフィルムズなんですけど、もうなんか僕たち山田さん、安倍さんとか、藤井道人監督とかいろいろ映画を作ってきた仲間たちがいるんですけど、その仲間たちとなんだろう、こういうものづくりができたらいいよねとか、なんかこうなんかいろんな人がこうものを発信したくてもこうなんか怒られたり誹謗中傷とか受けちゃうよねとか、なんかそんなような会話をですね一年中してまして、それでなんかこう面白いプロジェクトはできないかなといつも話してまして、それでなんか何がきっかけというよりももう常に会ってコミュニケーションを取ってこうなんか必然的に生まれた企画であります。はい、すいません、いきなり真面目なこと言っちゃいました。いやいや、 いや大事ですよ大事ですよ。すいません一応それもしないとね。そうですね、別所さん、我々映画祭としてこれ本当に嬉しい話ですよね。はい、僕らとしては本当に嬉しいです。
僕も映画祭をこのスタートして23年になるわけですけれども、短編映画というのは本当にたくさんの方々が世界中で、有名無名関わらず、若手そしてベテラン関わらず、みんなが新しいシネマの形を追い求め作り出すという場所でもあるので、こういう映画のお祭りが、まあ、このコロナ禍ではありますけども、こうやってまた今年も開けて、そして、伊藤さん率いる皆さんのプロジェクトと、はいはい、ね、ご一緒できるっていうのは本当に嬉しいですし、この先どんなふうにこのプロジェクトが育っていくのかも楽しみにしてます、まあ、ということで早速ちょっと作品を見てみましょうか、はい、そうですよね、今日は ね作品ご覧いただいて、はいね、この後本物の山田さんと ね本物がこの後出てきますからね、はい、出てくる予定、はい、ね、そうしたいと思います。伊藤さんと別所さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。まずはですね、監督の、ハリュー・ユージさん、そして監督の、村上莉子さん、どうぞステージまで拍手お願いします。ミラーライアーフィルムズプロデューサーの阿部慎之介さん、そして山田隆之さん、ステージまでどうぞ。そして映画祭代表の別所哲也さん、そして、ミラーライアーフィルムズプロデューサーの伊藤力さんです。拍手お願いします。はい、ではこれからトークしたいと思います。皆さんぜひお座りになって、リラックスしていただきたいと思います。でまずはですね、まあ、山田さんや阿部さんは、まあ、監督でもあり、伊藤さんと共にこのプロジェクトの発起人で、ありプロデューサーなんですけど、プロデューサーとして本当にお二人の前なんですけど、B 級文化遺産、ハリュー監督の、作品、そして村上莉子さん の The Notes、 最初にご覧になった時の印象ってどんな感じでした？いやもう 2作品ともやっぱり、まあ、種類は違うんですけれども、ジャンルというか、やっぱりたくさんの作品の中で輝いていたので、ああ、はい、やっぱまずすごく印象に残ったんですけど、僕はまず B 級文化遺産、すごいアクションと、うんうん、カット数がある中で、はい、僕はかなり綿密な計画をして多分撮影に挑んだんじゃないかなと思って、すごくなんか、まあ、ある意味ちょっとその撮影の時もことも考えて、うんうん、まあ、職業柄ちょっと見てしまうところはあったんですけども、すごくなんか何ていうんですかね、セリフもそんなない中で、はい、シュールな空気の中でもこうクールなアクションがあって、音楽もなんかなんていうんですかね、こう日本を感じさせるような、はい、三味線ですか、あれ。そうですね、琴とか三味線とかね、はい、もう入りながら、なんかすごい独特の空気感が あって、でもなんかすごいかっこいいなと思って見てましたよね。なんかユーモアもね、なんか中にも入ってて、そうですね、よくできてます。これ実はフロリダ映画祭でもオーディエンスアワード取ったんですよね。山田さんはいかがでした？僕ら最終的にそのミラライアフィルムズはオムニバスとして上映するので、その中でやっぱいろんな作品があった方がいいなっていうふうに思いながら、全部で419作品来たやつをみんなで見ながら、はい、の中にこれがパッと来た時に、あ、もうまさにこういうのが入っててくれたら本当になんかありがたいというか、ストーリーで見せるものも大事だけども、はい、やっぱ絵で見せるっていうものもバランスとして欲しかったので来たって感じでしたね。ああ、なるほどね。ベストさんもよく言うその映像の力もまさにそうですよね。そうですね、ショートフィルムなんでギュッとそこに凝縮されてるし、その映像作家というか監督たち、今日お二人いらっしゃいますけど、その人たちの世界観が、よく僕言うんですけど、画家で言うとデッサン画みたいにバンとこう見えるっていうのが素敵だなと思いました。それぞれ、はい、そうですよね、はい、で、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、言いましょう、はい、ザ・ノーツが僕すごく好きなのは、やっぱ最後 のお金を返すところがあるんです、まあ、お金を渡そうとして受け取らないんだけど、ピアノの絵を描いて、お金の上にピアノを描いて、まあ、そのお金というか、その何て言うんですか、まあ、音楽であったりそのハートの方が大事だっていう表現が僕されてると思ってて、あそこすごく好きだなと思って見てました、はい、山田さんはザ・ノーツはどうでした？
お見事、あなたの狙い通りですよって感じでしたね。いや、それも本当に大事なことですよね、うん、はい、うん、そうですね。なんかもう即プロデューサーできんじゃねえかって思いましたけどね、見て、うん、なんかその出し方とか、つかみ方とか、そりゃ老人と虐待されてる子供は心グッていくよなみたいな、ね、最後には老人が結局いいやつになってたっていうところもすごい好きだったんですけど、あの音楽もすごい重要なポイントですよね、この作品でも。どうですか。はい、あの全部その作曲家さんの方に作曲していただいたんですけど、3人の方にお願いしていただきました。先に音楽がないとやっぱ取れない、取れなかったですよね。あのピアノとかと合わせるシーンの楽曲だけ先にお願いして、あとはあの撮影後に作っていただきました。ちなみに The Notes はあの撮影期間は何日かけて撮影したんでしょうか。撮影期間は 8.5 日です。 8.5 日、いや、あの我々短編映画の映画祭の場合はそれ贅沢の方ですよ。結構長い時間かけましたね、そうですよね、すごい贅沢だと思います、ね、でも制作費がね、制作費があの実は10万円ちょっとで、えっ立ちますよねそれ言っちゃってよかったの、はい、あ もちろんというか、オープンにね、あすごいな、はい、あれですよね、 B 級文化遺産は3日かかってないんですよね、あれ。あ、そうですね、確か3日の予定でやってたんですけど、1日雨が降ってしまって、2日ちょっとでやりました、ね、あれでも現場は短くても CG がめちゃくちゃ時間かかりますよね。あ、まあ、そうですね、撮影した後のそうですね、 CG とか後処理に。 CG でどのぐらいかかったんですか。あ、でもそれはいろんな合間合間にやりながらの2ヶ月ぐらいですね。すごい、でも本当にその2日半でまずあのカット数とあの、と、あの何ですか、構成を現場で撮るって多分相当本当に計画して綿密にやらないと無理だろうなと思って、まあもちろん現場も大変だったと思うんですけど、なんかすごくな、その何ですかね、かける思いみたいなものとか、あの何ですかね、計算計画性もすごく感じて、あの素晴らしいなと思ってました。ちなみにあのロケは どちらだったんですか。ロケは北区ですね、あの東京都の北区。そうなんだそれぐらいの感じでね。最後あのゴミ箱のとこ北区って書いてありましたもん北区のどこかっていう、北区のなんかそのエリアを、なんかいろいろ都内をもう本当に、毎日毎日こう、ロケ2ヶ月ロケハンしてたんですけど、こう一番こうなんですか、渋谷っていう東京でもなく、東京だけどなんか今風のものもあれば、うん、あの古いものも残ってる間ぐらいのところがいいなと思って、あれさ、最後だからあのゴミのカゴに帰宅ってあった時に、あ、すごいリアリティあるなと思いましたねありがとうございます、はい、帰宅だったらああいうことありそうですもんねない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 いやいや、赤羽とか全然あると思いますよない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 、なんかいきなりどっかから撃ってくるっていう、ないないないなきにしもあらずだねいやでも短編映画って本当にそれが一つの戦いっていうのは、あの撮影の日にちもないし予算もないから、結構やっぱりプランニング、ロケハンとかちゃんとしないと難しくなりますよね。そうだって本当にあの綿密な準備をしないと、逆に、まあ、もちろん長編だって綿密な準備してるんだけれども、うん、その中でギュッと作るためにはかなり計算をしてやってらっしゃったと思うんですけど、はい、僕村上さんに質問していいですか。はい、もちろん。ありがとうございます。なんか村上さん突然なんか、はいはい、クリストファー・ノーランになりたくなったとかなんとかってコメントにあの書かせていただいたんですけど、どういうこと、何があったかというと、あの去年大学を卒業してから、はい、あの最初起業みたいなことをしてたんですけど、ちょっと一緒にやってた人が飛んでしまったりしてニートになったんですよ。で、なんかしないとなと思って、でその時にあのノーラン監督が私すごい好きな時にあのメメントっていう作品が好きなんですけど、なんかこんな映画作れたらいいなって思ってネットで調べたら、あのノーラン監督が28歳の時に初めて長編映画を撮っていて、で私まだ23だったので、今からやれば追いつけるんじゃないかなって思って始めました。素晴らしい。ありがとうございます。いや、すごい、それが本当になんかあの作品に出てますよね。本当ですか。もう、あ、なるほどねっていうのを思いました。で、結構脚本も、はい、あの自分で作ったんですけど、どんでん返しをすごい入れたくて、すごい最後まで悩んでああいうオチにしたり。でも、なんでそれをあの起業されたところでまずそのお仕事がなくなって、なぜそこから映画監督に。
映画が好きだったっていうのもあるんですけど、うん、もともと12歳くらいから小説を書いていて、でそれで、あの全国に満点で最優秀賞とかいただいたことがあって、なんか脚本書けるかなって思って、なるほどで、あの映像もあの、まあ、ちょっと趣味でやっていたので、うん、なんか脚本書いて映画作ってってしたら楽しそうだなと思って、あ、じゃあやっぱり自分のやりたいことってなんだろうって一回立ち返ったというか、あ、もう結構あのさっき10万円っていう話出てたんですけど、すごい制作大変で、あの私映画学校とかにも行ってなくて、映像制作の会社にも入ってないので、知り合いが本当にその映画関係の知り合いが一人もいなくて、なのでそこからあのネットで30名ぐらい集めて、シネマプランナーズさんっていうサイトとかを使って集めて、あと4ヶ月ぐらいでもうギュッて作ったので、なるほど、結構本当にもう皆さんのおかげで完成できたんですけど、まさに手探りっていう感じ、本当にもうなんかもう気合で、最後やっぱ気合なんだ、やる気がないとねそこまで作れないと思うんで、でもね、まあ、大丈夫、はい、伊藤さんはそういう人ですからね、僕はもう、はい、泥水をクロールして映画を作ってまいりました伊藤さんの人生でショートフィルムできますよ、できる、今日はその辺深掘りしない方がいいと思うけど、ショートで収まらないです絶対5時間ぐらいの超大作になると思います、ね、確かに、はい、ネットフリックスでじゃあ長編でシリーズで、うん、ね、そうですね、はい、でも伊藤さんとはあのもうこれ 7、8年前、もっとかな、あのもう10年ぐらい、ショートの、 あの制作の作品にあのプロデューサーとして参加していただいて、初めてあのお会いして、ここまでね、もうご立派な方になるなんて、いや、もう別所さんともうジョンさんのご指導のもと、はい、よく言うね、もうだってあの村上監督はあのニートになったんですもんね、一回、うんうん、ニートになったけど、あの、はい、伊藤さんは一回ホームレスになったんですよ、もうちょっと上ですね、はい、下なの、もうちょっと上、はい、上じゃない、下いや本当に波乱万丈の中、いやそうですね、プロレベルでは上だね、はい、うん、でもやっぱその村上さんのお話聞いて、あのやっぱ昔その藤井監督とかと、僕らはあのごめんなさい30万ぐらいで撮ってたんですけど、はいはい、もう工夫でなんとかやりきるっていう、あと気合と、うん、藤井監督ってあの新聞記者のね、はい、はい、藤井監督、それをもう思い出しましたし、やっぱ B 級文化遺産を見た時も、うん、やはりあの本当にあれ工夫と構成をちゃんと入念に考えられていたんだなっていうのは、あの誰かの意見と被ってしまいましたけど、グッときました、本当にありがとうございます、ありがとうございます、いや、あのここでせっかくなので、あのミラーライアフィルムズの運営のメンバーはあの本当にね、バックステージもそうだったんですけど、仲良さそうなんですよね3人は、あのお互いなんでしょう、あの良さそうとか言うと よくないみたいじゃないですか、いやわかんないですよ、いいかどうかはわからないですよ、めっちゃいい感じですよ、あの皆さんの前で恥ずかしいとかわかんないんですけど、あのお互いどういうところをリスペクトしてるとか、あ、この人と一緒にやりたいなっていう感じなんでしょう、あ、ぜひ聞きたい、 そもそもあの皆さん興味ありますかそれ興味あるよね、あるあるある、ね、わかんないけど、誰から言うかでちょっと10分ぐらいかかっちゃいそうですね。そうですね。仲いいからね。はい、仲いいから。どうする？いやでもなんかの魅力を感じないと、あ、この人とこれちょっとやってみたいとは感じないでしょ。じゃあ僕からいきます。はい。はい、まあね、あのまずなんで自分で手を挙げて緊張するの？そうです。みんなの目線がピピピピピッと。あのまず安倍さんはですね、リスペクトできるところ。まずあの安倍さん、こう集中力のこう鬼というか、もう一つのことをこう何か見つけるじゃないですか、興味のあることが、役とか、もうそこに対してのこう深掘りと探求心っていうものがもう真似できないレベルで探求していくんですよ、はい、その集中力と時間のかけ方と自分の犠牲の仕方がもう本当にド M だなと褒めてますね、はい、褒めてます、もちろん褒めてます、はい、ありがとうございます、安倍さんはそこがすごいなと僕は思っていて、山田さんを伊藤さん、ちょっと喋る前に一個だけいいですか、ヒゲ、いや、あの、はい、違う違う、あの今度焼肉をおごりますね、ありがとうございますありがとうございますやっぱり仲いいね、そうですねまあ、そこまで安倍さんに語ったので、山田さんは、いや違う、今あの伊藤さんが僕のいいところを言うタイミングなんですけど、山田さんやっぱりこうなんでしょうね、まあ、ヒゲが似合うっていうところと、あとやっぱ脳の構造、やっぱりこう、こう俳優部、プロデュース、まあ、監督、昨日はね、なんかあのライブにも出る、
そしてなんかあのテーブルとかも本当にこういつも綺麗にご飯が今もう喋ってる間に焼肉屋のランクがどんどん下がってきて今牛角です。もうね、どうやってその仕事とかそういう脳を どういうふうにさばいているのか、その物事を、なんか本当に俳優やってるのかも今分かってない。ちょっとアンドピクチャーズのオフィスでホットプレートでスーパーの肉だな、はい、そうですね。ちょっとまあ近くに、まあ、まあ仲はいいとこは出たと思うんですけどね、豚バラ肉だね、ね、サミットがあるんでね、近くに、でもなんかあの2人が伊藤さんの仕事を結構やってるっていう感じもするんで、あのお二人は伊藤さんはどうなんでしょう。そうだ、伊藤さんをレスペクトするところ、いやもう聞きたい、ないと思うんですけどね。そうですね、首を怪我してまでこういうところまで出てくるとかって、まあそういうところですかね、やっぱり真面目な誠実さですか、はい、うん、ああ見えて、ああ見えて、まあ、そのままかもしれないですけど、はい、もう曲がったことが大嫌いというぐらい、ちょっと頑固になるぐらいまっすぐこう誠実に、ええ、作品作りに取り込むというところはやっぱり、まあそうですね、褒めてあげてもいいんじゃないですか。まあ、ありがとうございます。プロデューサーとしてはそれ大事なとこですよね。探求心、まあ、やっぱり信頼できますね、やっぱり、はい、あの役者として作品に参加するときにもやっぱり、はい、はい、いやもう作品にかける思いっていうのは僕のことを言ってくれましたけど、やっぱり同じぐらい、うん、あのプロデューサーに感じるとやっぱりそれはもうあの集まってくるスタッフとか役者の熱もやっぱ上がりますから、はい、ですよね、はい、山田さんはどうでしょう。伊藤さんは山田さんそうですね、ちょっと後で、あのちょっと財布を持ってきてもらって、現金はやめよ、現金はやめよ。まあそうですね、本当でももう優しいです、真面目で、はい、人に対してもですし、その映像を作るっていうことも、まあ、映像業界もですし、スタッフもキャストに対してもですし、本当に熱意があって絶対に騙さない、裏切らない、まあ適当なこのなんか嘘はたまにね、プロデューサーだから出るけども、そうですね、ちょっと嘘っていうか、まあ調子いい、調子いい、ね、ちょっと大きく持ったりとかすることはありますけど、はい、山田さんのアイデアすぐね、あれして、あそうですね、はい、それは別にいいとこじゃないです。そうですね、はい、結構本当よくあるのは、山さんこれこうこうこうでこうこうこうなんすよ、それこの前俺が言ったやつです。本当にしょっちゅうあるんです。本当にあるんですよ。でもいいのが思いついたって、もう自分の中でもう確信を得て、そう、発案者に話すっていう。そうなんですよ。発案者に。そう、発案者にこう山さんこれどう思いますかって聞いちゃうんですよね。いや、それあの確かプロデューサーとしてはよくあることだと聞いてますけどね。はい。はい、まあ、あの3人ともちょっとあの褒め殺しになったんですけど、ありがとうございました。本当に皆さんの前で語っていただいてありがとうございます。で、あのここで次の上映の前にですね、あの羽生監督はミラーライアフィルムズのプロジェクトへ参加になりましたが、今後の意気込みを教えてください。はい、あそうですね、なんかあのやっぱりこうちゃんと作品を形にして実現するっていうのが大事だなと思ってて、このそうですね、 B 級文化遺産も少し前に作った作品だったんですけれども、うん、はい、そこからまあ、いろんな映画祭に応募したりもしてて、ただこう国内での上映ってほとんどなかったんですけども、で僕の中でちょっともう諦めかけてたところをこうすくい上げていただけたので、はい、なんかこう思って面白いと思ったものを形にして実現していくっていうことを諦めずにこれからもちょっとやっていきたいなと、そうすればなんかこういう機会に恵まれるんだなっていうちょっと夢を与えてくださってありがとうございますという気持ちです。ちなみにいろんな今アイディアとかストーリーを練ってるとこなんでしょう。そうですね、脚本とか企画は、ええ、何個か持ってて、それをどうやって実現しようかっていうのを日々やっております。早速ミラーライアフィルムさんに見ていただいて頑張っていただきたいと思います。ぜひお願いします、はい、監督の、お二人本当にありがとうございました。それではですね、次の、2作品、をご覧いただきたいと思いますので、村上さんも聞かないのか、うん、それはまた後なんだ、後で、はい、分かった分かった、ちゃんと貯めてるんですよ、ごめんごめんごめん、いえいえとんでもないです、ね、貯めてるので仲いいですね、仲いいですねお互いのリスペクトしてるところ今ちょっと焼肉をおごってる、ああそうか、ちゃんといいのをね、大体焼肉でなんとかなる
美味しいとこ知ってますよ。はい、ということで続いての上映に移りますので皆さん一度ご講談ください。拍手でお願いします。また登場していただきます。ありがとうございました。西良太郎監督、そして兼篠崎監督、そして、皆さん再びご登場よろしくお願いします。拍手で迎えてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。ということだけ、あれ兼さんは篠崎健さん、健さん、Where are you? あ、いました。健、篠崎監督です。こんにちは。監督、実はですね、撮影のためにカリフォルニアのロサンゼルスにいますので、Zoom で参加していただきたいと思います。健さん、さっきまで撮影現場にいたんですよね。はい、そうです。先ほどセカンドファースト AC、と合わせるフォーカスプラをやっていましたので、はいはい、今日が初日でした。あと3日あります。お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、でさっき聞いたので今回も聞かないと不公平になりますので、山田さんと阿部さん、今見た2作品初めて見た時のご感想よろしくお願いします。あ、すみません、お座りになってください。どうぞ。じゃあお二人どうぞ感想を。そうですね、また全然違う種類の2作品なんですけど、まあ、僕は充電柱じゃないですね。充電柱で、はい、伸ばさないで、はい、お願いします。あ、すみません。すごいなんていうんですかね、軽快な音楽で最後にはまあ、まず設定がこうちょっとあんまり独特の発想で、雷、お腹を出しちゃう、出して寝ると雷様にへそ取られるぞってやつですよね。はい、そういうやつですよね。そうです。あそこでまさかプラグが入ってくるとはってまず発想から引き込まれて、まあ、最後にはやっぱりこういろんな個性の持った人もちゃんと自分の合うパートナーがいるんだよっていう、そのまあ個性をなんていうか尊重するようなメッセージもあって、まあ、そのポップなテイストの中にもそういうメッセージが込められてて、もう楽しく見させてもらいましたね。ルンバがあんなに暴れるのは初めて見たかな。マックスですね、充電マックスだとは。そうですね、マックスというかもう超えちゃうとああいう風になるという説明書に書いてないんですけど、ぜひああいう扱いはしないように。インテリジェンシアはもう最初のワンシーンからもうワンシーン目から引き込まれて、もう色味も素晴らしくて、どういう世界なんだろうと思いながらどん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 引き込まれていきましたね。はい、ありがとうございます。山田さんはどうでしょう。まあ、受電池は本当振りと回収が見事で、この短い時間の間によくこれだけネタを詰め込んできたなと、まあ、で詰め込んでるのにやっぱ回収してるのと、でその展開、やっぱそこの曲でコメディ作品らしくテンポよくどんどん持っていくっていうのがすごい良かったですね。まあ、最後のオチも良かったです。オチっていうか終わり方、なんかあムカつくんですよね、コメディで笑った後に最後なんかいいこと言われると。なるほどね、それがまた良かったです。綺麗に締めやがってこの野郎。ストーリーの展開のペーシングも良かったですよね、非常に。うん、はい、ありがとうございます。でインテリジェンティアの方はどうでした。あれはまあそう、ケンは僕昔内田朝日俳優2人でアメリカ大陸を横断するドキュメンタリーを撮ったんですけど、その時にケンが監督であって、カメラをやってくれてからの中で、でまあ、向こうでずっとこういろんな仕事をしてるのは知ってたんですけど、今回この419作品来た中に剣篠崎ってあったから、お剣送ってくれたんだみたいなって来た、はい、で見たらもう圧倒的な絵のクオリティと、で、まあ、AI ってやっぱ AI を題材にするものってすごいタイムリーだと思うし、うん、僕もね考えたことありましたもんね。そうですね、なんかその中でどう AI を描くかっていうのが多分本当もうそこの一個のアイデアで、最後のやっぱドーンってくる、うわ、そのオチやめてっていう
やっぱ AI ものってもう多い、昔から多いですよね、はい、そのやっぱ人工知能が発達して人間の、文明を脅かすんじゃないかというそのせめぎ合いを描くのが多いと思うんですけど、はいはいはい、なんかその表現の仕方が、もう結構やられてて難しいと思うんですけど、まあ、時代設定もやっぱ今じゃなくて、で今ほどデジタルがこう、進んでない中で AI を探しているっていうあの世界観と、でさらにちゃんと人間を描いてるんだけれども最後にひっくり返すということで、はい、AI というものがあそこまで人間ぐらい近くなったっていう表現がもう見事にされている、うん、それが大どんでん返しになっているとやっぱ素晴らしかったですね。ですよね、うん、受電柱で笑わせてこっちでドーンとするっていうショートショートフィルムの人間性がちょっとあれですけどもありがとうございます。そのコンビネーション大事なんですよ。さすがのコンビネーション。いや本当にそうですよね、はい、ケンさんにちょっと聞いていい、最後にバイスコーフォーツーデイジーデイジー、あれやっぱりキューブリック巨匠にエールを送ってたんでしょうか。あ、さすがです、ジョンさん、その通りです、まあ、キューブリックっていうより IBM ですね、うん、はい、最初にコンピューターが歌った歌っていうのはその、うん、その曲なんですよ、はい、まさに、はい、でまあ、その理由でキューブリック監督 の最後ハルが歌う曲が、はい、まあ、それだっていうのはやっぱその AI の原点はそこにあるんではないのかっていう、はい、まあまあちょっとした、オマージュを、はい、入れました。いや、おしゃれでかっこよかったですね。まあ、今ケンさんにお伺いしているのでお二人のプロデューサーにこういうふうに目の前で意見を聞いて貴重なご感想を聞いていかがでしょう。あ、いやもう本当いや光栄です。すみません、もうここもう数年ぐらい日本語喋ってないのでちょっと不慣れなんですけど、そうですね、もう やっぱり高木さんとも撮影した際結構ディープな話とかした記憶もありまして、そして結構合ってるんですよね、そのこうちょっとひねった感じで考えるっていう部分が、そしてやっぱりそういった点で僕もちょっとひねくれてる部分があるので、やっぱりその簡単な答えはないよっていう感じで、もう はい、そんなもう全てはやっぱりグレーゾーンに生きているんだなっていうところがやっぱり魅力 だと思いますね。はい、ありがとうございます。そして西監督はどうでしょう。はい、まずこの並びで真ん中に座らせていただいているっていうのが本当に僕でいいのかっていう感じなんですけれども、いや実はねこれ、はい、お二人プロデューサーが監督は真ん中に入れてくれっていう、そうだった、ね、ことだったんですよ。はい、ありがとうございます。いや本当にいやなんというかそれこそハリウ監督の B 級分解さんはなんか CG 使ってたんですけど、もう A 級の CG でそれに比べてちょっと僕のは B 級の CG だったと思うんですけれども、いや本当になんか会場で後ろでちょっと見させていただいたんですけれども、ええ、まあ、ちょっと笑いもところどころ起きていた感じだったので、いや本当に作ってよかったなというか勇気出して応募してよかったなと思っております。はい、はい、あれですよね、なんかヤフー知恵袋みたいなので検索するくだりで笑いが起きてましたね、はい、ちょっとね。あ、そうですね、あれやっぱロキソニン飲んどけっていうのがねすげえリアルですよ、ね、どこでも出てくるあれロキソニン飲んどけ治るっていうそういう感じで、はい、でもやっぱりこういう会場で皆さんの反応を聞いたり見るのは本当に嬉しいでしょうね。はい、そうですね、本当に今回世界初上映だったので、いやもう本当に不安だったんですけれども、いやなんかちょっとこのさらに全国で上映されるのが楽しみになりました。面白かったですよね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。まあ伊藤さんね、
これからのプロジェクトが進んでいきますけど、はい、あのショートフィルムの、まあ、先駆けとしてショートショートフィルムフェスティバルをあの立ち上げたあのベストさん の, あの、まあ、何か聞きたいことがありますか。チャンスだよ。はい、もうあれですね、あの僕先ほどあのちょっと家なき子ホームレスになったって言ったんですけど、その後あのチャンスを渡してくれたのがこのショートショートフィルムフェスティバルだったんですよ実は。なので、あ、なんで言ったんだろう別所さんこれを。そう、あ、ちょっと、そうだったんですよ。それで、まあ、本当にそのショートフィルムっていうものがその時ってあの今ほど、まあ、撮られていなかったというか10年ほど前だったんで、今はなんかスマートフォンで見やすかったりとかなんかいろいろチャレンジする人が多くいたんですけど、なぜこう別所さんショートフィルムにこう目をつけたというか最初に注目したのかっていうのは実はずっと気になっていました。あ、もうそれはもう単純に僕も二十数年前になるんですけど、アメリカで見た時それこそ稲妻に打たれたみたいに、あの映画は長くなくても面白いもいっぱいあるんだと思って日本で見れなかったんですよね、そういうのがね、当時ね。でアメリカロサンゼルス の, あのソニーピクチャーズのスタジオで10本のショートフィルム見て、はい、それがめちゃくちゃ一つ一つ面白くて、そこから虜になったっていう。なるほど。もう単純にそこです。ただその後サンダンス映画祭っていうのに翌年1月行くんですけど、その現場でまたショートフィルム作ってる人たちがいっぱいいて、もう有名になったスパイク・リーが長編で入ってきてたりとか、うん、はい、まだ無名だったベン・アフレックがコーヒー一杯飲みながら、うん、あの出始めのチェイシング・エイミーっていうインディペンデントの映画で、うん、クリスティナ・リッチと上演、うん、あの共演して、うん、はい、まだあの大学のこうなんていうかカフェテリアみたいなところで映画を熱く語ってるのを見て、はい、あ、なんか有名とか無名とかあの映画のプロとかアマチュアとか映画が好きなお客様とか関係なくみんなで集まれるお祭り面白いな、素敵だなと思って、それでなんです。あ、そうだったんですね、はい、まあ、その後こう追い風でこう、ね、いろんなものがついてきて、うん、そこからです。なるほど。そんな真面目に答えていいんですか。いや、もうこれをちょっと今日やっぱ聞きたかったっていうの、あとやっぱり別にあのすごいこう最初ショートフィルムって何っていうところからだったと思うんですけど、はいはい、ご苦労というか僕らも今オムニバス上映を頑張ってここからさせていくんですけど、はいはい、なんかご神言を。ご神言って、はい、いや、もうだから僕らの映画祭をどんどん使ってくださいよ。それからどんどんこうやって今見てくださってる方々がもうあっちこっちで SNS で言ってくれると思うし、はいはい、そしてあの映画館で上映されたりいろんなまあ、見方があると思うんですけど、新しい見方どんどん皆さんで開拓してほしいなと思います。そしたらこういう今ど真ん中に座っているようなね監督とか、それから今ロサンゼルスから参加してくれている監督とか、もう世界はすぐこうやってつながることができるんで、つながっていったら面白いもいっぱいできるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。あの素晴らしいまとめありがとうございます。素晴らしい。あのでまあ、ちょっと時間が迫ってきているので、最後にあの安倍さんとあの山田さんにあのこのプロジェクトの今後への抱負をちょっと聞きたいなと思いますので、はい、聞きたいね、これね、よろしくお願いします、はい、いや、もう本当にあの別所さんがそうやってショートフィルムの虜になられたっていうのもすごくよくわかるというか、あの今回あの審査するにあたっていろんな作品も見たんですけども、やっぱりあのショートフィルムの面白さを再確認しましたし、この間あの、一般公募していただいて選んだ12作品を一気に1日で続けてみたんですけれども、あの本当に最初は休憩途中で入れようかとか言ったんですけど、もう一気にやっぱ面白くて見てしまう、やっぱいろんな選んだみんなでね、そうみんなで選んだちゃんとでかいスクリーンでなんかレンタルするスペースがあったので、うん、そこでみんなで見た、うん、そうなんですよ。それでもう一気にやっぱ面白くて休憩も入れずにもう見切ったんですけども、2時間以上、2時間20分ぐらい、ね、でやっぱショート、あ、そこで再確認またしたんですよね。ショートフィルムをこうやって続けて見ていくのってこんなに楽しいんだなっていうのをまた改めて、なかなか日本で機会がないじゃないですか、うん、っていうことをやっぱ再確認しましたし、なんかそこでもっともっとそういう機会が、これから日本でもあの増えればいいと思いますし、それで僕らのミラーライアフィルムズ あの企画に賛同してくれて、どんどん作品を作っていただいたり、まあ、新たな才能に出会って
もうどん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 そういう場が日本に増えたり、あと才能がどん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 育っていくような環境を作っていけたらいいなというふうに思ってます、ね、ありがとうございます。我々の映画祭もどんどん使ってください。よろしくお願いします。山田さんお願いします。そうですね、そもそも日本ってオムニバス映画って当たらないってどのプロデューサーに聞いても絶対みんな言うんですけど、まあ、それがこう、まあ、僕らオムニバスでやっていくんですけど、9作品を3ヶ月ごとに上映していって年間36作品上映するんですけど、オムニバスが当たらないなんてなんか思わなくて、僕は単純に作ってる人がいないから、あんま見る環境がないから馴染んでないだけだろうと思って、でこういうやり方をしていくと、なんかまあ常にもうオムニバスが、短編のオムニバスが上映されている状態になるので、そうすると結構みんな、なんかそれを見ることが慣れていくというか、好きな監督俳優さんとかで作品をこう狙って見に行くっていうのもあるけど、どんなものに出会えるのかっていう、やっぱワクワクがオムニバスは圧倒的に違うので、そこはなんかそういうことを続けていくと、もっともっとなんかショートフィルムに対してなんかみんなが身近になるんじゃないかなと思うのと、そもそも僕らがこれを始めたきっかけは新たな才能の発掘育成ということなので、36作品で24名は結構有名な方とかいて派手に見えるんですけど、まあ本当のこと言うと、実は一般で募集した12作品の方々のところがメインで、ただプロジェクトとしてやっぱり魅力的に見えなきゃいけなかったりとか、もちろんお金のこととかもあったりして、この24人の方々に参加してもらってるんですけど、でこの人たちがやっぱり短編を撮ってみることによってまた撮りたくなるし、そうすると絶対長編を撮りたくなる。これは俳優やってる、女優やってる人、初めて監督した人たちもそうで、やっぱり2時間の映画撮ってみないって言われるとみんなやっぱ怖いんですよね。興行に乗っちゃうし、こけたとかって言われるのもあれだし、でも実際誘った時がそうで、10分でいいんで映画撮ってみませんって言うと、結構やっぱみんなやってみようかなってなるんですね。でやっていくと、その人たちもどん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 、もう俳優が監督挑戦とか、もうそんななんかジャンルで分ける必要もなくて、やれる、もうみんながやればいいんですよね。どんどん表現の欲求がある人は、はい、スマートフォンでも撮れる時代ですし、でそれで そっからまた長編を作れるクリエイターがどんどん増えていくと、でどん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 人が育っていって、業界というか映画業界、映像業界も日本もまだまだ才能はいっぱいいるんだと、面白い作品作れるんだっていうふうにしていきます、はい、いや素晴らしいです。ありがとうございます。皆さん拍手でお願いします。別所さん、まさにそうですよね。日本の映像世界をもうこれからどん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 こういうふうにサポートして、ね、素晴らしい才能を持つクリエイターをこれからどん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 、ね、伸びて作ってもらいたいですよね。いや本当にね、伊藤ちゃんを家なき子でいるときに救ってよかった、はいはい、ありがとうございます。もうショートショートがなかったらね、なんか出品するとこがなかったですからね。いやでもそういう機会を祭りとして作らせていただいて、僕も23年経つわけですけど、この映画祭もなんかこうやってね、はい、新しくミラーライヤーフィルムプロジェクトが立ち上がっていくのを見ると、本当になんていうか感無量というか、はい、嬉しいですよね、はい、おいちゃんは嬉しいよって、ね、ありがとうございます、はい、ぜひ応援していきたいと思いますし、はい、これからもいろいろと一緒にいろんなことやっていきましょう、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございました。ミラーライヤーフィルムズトークイベント、そして、上映会、本当に皆さん楽しんでいただいたと思います。大きな拍手でお願いします。ありがとうございました。